華麗なる演舞曲作品34は、フレデリック・ショパンが作曲したピアノ独奏曲集で、全3曲からなるワルツ集である。華麗なるワルツと表記される場合もある。ショパン初期の作品であり、華麗で演奏効果も高い。かつては第一、第1、第2曲は1831年に、第3曲は1838年に作曲されたと考えられていたが、現在では、 1> 第1曲が1835年、第2、第3曲が1838年に作曲されたと考えられている。出版は1838年12月に、ライプツヒのブライトコプフーンとヘルテル社寄りされ、ほぼ同時にパリのシュルザンジェ社から3つの華麗なる演舞曲として出版された。全曲の華麗なる 大演舞曲が実用向きのワルツとして作曲されたのに対し、作品34の3曲において、ようやく舞踏師らしい性格が現れ始めているが、第1曲などはまだ実用向きの要素を含んでおり、同時代の作曲家であるロベルト・シューマンは、舞踏上で即興的に作られたもののように思われるとコメントしている。なお、日本では本作品は華麗なる。 演舞曲の放題で定着し、作品18の華麗なる大演舞曲とは区別して表記されるが、海外では作品18と作品34の両作品ともグランデバールセブリランテと表記し、区別しない場合もある。3曲ともそれぞれ別の人物に検定されているうちの番号は当時番号である。作品34から1の冒頭部分、アレグロビバーチェ。 変異調調、トゥンイコールホーヘンシュタイン上に検定された。ショパンはこの曲を、1835年9月に、ボヘミアのカールスバートに当時に来ていた両親を見送る、途中に立ち寄った、トゥンイコールホーヘンシュタイン家で作曲し、同月15日に完成させている。非常に華やかな曲奏であり、規模内容鏡に充実したワルツである。奏と7つの部分から構成され、全曲の、 華麗なる、大演舞曲と同様に舞踏の表紙を示す助走で、始まるが、全曲が4小節だったのに対し本曲は16小節となっている。助走は俗7の和音で始まり、両手のユニゾンの後に、ワルツ本体の第1部へと移る。第1部は、音階進行が急速に現れ、題名に恥じない展開である。続く、第2部は、変異調調から変異調調へ、 第3部では、変異蝶々から変補調調、第4部では変と蝶調,調から変異蝶々。第5部は変異蝶々。第6部では、変異蝶々から変異蝶々へと転調し、華やかさが全曲を支配している。第7部は61小節もある長いコーダであり、極めて音楽的である。右手は常に6度の火星であり、効果ある演奏には、訓練が必要である。 作品34から2の冒頭部分ワルツ第3番イタン作品34から2レインとイタンロンド形式、ディブリー男爵夫人に検定された。前作後作の間にあって哀愁に満ちた楽曲である。この曲がテンポの遅さや雰囲気からカレなナルのタイトルにふさわしいかどうかしばしばロンギーがかし出されている。カレなナルがつかないただのワルツとする出版社や CD も多い。低音の空虚な鼓動音程の上に3度の手話音が主題を歌う。演奏は比較的平易であるが、感情表現として精神的な要素も必要である。二回平行蝶々に転調する。コーナーでは左手で補聴調,調のアルペッチョを弾いた後、主題が改装される。ショパンがワルツの中でも特に気に入っていた作品と言われている。 作品34から3の冒頭部分ワルツ第4番へ、蝶々作品34から3ビバーチェ、ヘ蝶々、ショパンの門弟の一人であったディクール城に、検定された。猫のワルツの愛称で呼ばれることもあるが、これはこの曲の81小節目から126小節目に現れる上昇する旋律の各音に、 装飾音がついている箇所が、あたかも猫が突然鍵盤の上に飛び上がって、走り回っている様を連想させることからこう、呼ばれるようになった。曲は無休動風の反旋律的なものであり、助走と四つの部分から構成される。俗七の和音を繰り返す助走から始まり、第一部は絵、蝶々、第二部は、露蝶々、第三部は、露蝶々から絵蝶々へと転調していき、 第4部で最初の戦律が戻ってきて、最後に花々しくかつ、創造し29小節もある高台といたり、曲を閉じる。なお、第11回ショパン国際ピアノコンクールにおける、スタニスラフ・ブーニンによる高速演奏は、とりわけ名高く、普通は曲目の間では拍手はしないコンクールであるにも、かかわらず、演奏が終わるや、感激のあまり聴衆が拍手を始めてしまうほどであった。 日本においてはその様子を NHK が特集番組で放送したことがきっかけとなり有名になった。ありがとうございます。